覚悟はいいか。よし、ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやる。いいだろう、ヤムチャ様をあんまり舐めるんじゃないぜ。一番前の正式軍を笑わせるぜ。さあ来やがれ。くそ、俺はこの戦いについていけないのか。なんてことだ。はっ、ヤムチャさん、修行の成果を見せるとき。ではそろそろお前たちの望み通りお遊びは終わるとする。ベジータ、俺にやらせてくれ。一瞬で殺してくれ。好きにするがいい。さて、どいつから片付けてやるかな。俺たちサイヤ人に喧嘩を売るか。まったくバカ。地球を舐めるなよ。まさか勝負を諦めたわけじゃない。ナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃハエみたいなもんだぜ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。貴様の実力で俺に勝てるわけがなかろう。そいつはどうだ。ロッコハ。うわあ、ピコさん、僕頑張ります。お前のサイヤ人の強みで少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。サイヤ人と地球人の根結は強いんだろう。見せてみろよ。お前を倒す。ミクロさん、ごめんなさい。みんな、俺が肩を取っかな。お前なんかこのナッパ様に勝てるわけがない。ついに現れたな。貴様が目抜いて勝てる相手じゃなさそうだ。見えたな。ここまで強いなんて思ってなかったぞ。修行が足りなかったみてえだ。しょうがねえな。体ぶっ壊れても死ぬのかいや。海王権を三米まで上げるしかねえ。体持ってくれよ。三米海王権だ。くだらんわ。ダメージを食らいやがって。どうなってやがる。これがお前の限界か。俺の恐ろしさがまだ分かっていないようだな。まあまあだな。はっはっは。